さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。このビデオは第23課2番辞書形と、ね、ズオシェマシェマチウズマヤン You do something, then you get this result. Once you do it, if you do this, if you do this action, you definitely get this reaction. このThe first dictionary form is a kind of cause, and we have some certain conclusion behind this. Let's see some example. Before that, let me tell you. この第23課、23課は、ダジャダルユ、ダイガテ、ヤップンユの23課の文型2番。これは台湾バージョンですね。で、日本語バージョンはこのピンクの本、みんなの日本語の同じですね、same 23課の文型の2番です。それからこの後ろのエクササイズは、私はこの本ですね、これも台湾バージョンですが、この標準問題集を使いました。 I use this one for reference、ね、はい、いいです。では皆さん、この辞書形を復習しましょうか。 Let's do some quick revision of dictionary form、ね、じゃあこれ、はい、聞きます。聞きます、辞書形は何ですか。聞きます、聞く。 If you do not know、ね、分かりません、ね、辞書形は何ですか、分かりません、ね、Please go back to the video、ね、Lesson 1818課ですね。如果你不太清楚那个词典型是什么，那你可以回去18课。如果你觉得哎，唔识个字典型，就你可以即刻你翻开18课先，跟住翻嚟呢度呢。はい、いいです。では辞書形です。聞きます。はい、どうぞ。聞く、いいですね。はい。借ります。はい、辞書形。借りる。はい、です。持ちます。はい、辞書形。持つ。はい、いいです。着ます。辞書形。あ、maybe put on ね、wear の着ます。で、着る。はい、いいです。If it's 着ます、come ね、过来ね、come then 着ます、来るですね。はい、いいです。急ぎます、辞書形。急ぐ。忘れます、辞書形。忘れる。はい、いいです。 Please try to speak yourself before I say、ね、so be quick、ね、急いでくださいね、帰ります。はい、帰る。座ります。はい、座る。はい、いいです。立ちます。はい、立つ。はい、いいですね。このドリルはLet's do it again at the end of the video、ね、ともう一度このビデオの終わりに辞書形等のフォームで一緒に練習しましょう。では説明します。 We come back to the grammar、ね、例を見ましょう。お酒を飲むと楽しくなります。でお酒を飲みます。飲む、飲む、辞書形ですよね。飲みます、飲む。で、ここにとがあります。飲むと楽しくなります。あ、これは私ですね、罪皆さんどうですか。お酒を飲むと楽しくなりますか。 Do you feel happy? You get happy、ね、hyper happy no, once, when you drink sake、so ね、とこのお酒は、not necessarily、ね、Japanese sake、ね、のこのお酒は日本酒だけじゃありません。例えば、ワインもコクテル、ね、カクテルもビールも all kind of alcoholic drink、 お酒ね。でお酒を飲むと、ね、の I drink some alcoholic drink then、ね、I get happy ですね。どうですか。 or some people say、お酒を飲むとで you blush ね、赤く、これ赤ね、 red color ね、 you blush 赤くなります、 you turn red ね。それからこれたくさん働きますの働く、辞書形ね、働くでとたくさん働くと疲れますね、I work a lot then I get tired ね、
工作的工作的很多感觉，工作的很多很多工作就觉得很累的呢。次です。この歌を聞くとね、聞きます、聞く。ここにとですね。この歌を聞くと、友達を思い出します。So listen to this song, then like immediate reaction ね。Immediately ね、I remember my friends ですね。皆さんどんな歌を聞くと誰を思い出しますか？あの私はあの何かな、私あの母を思い出しますね。私はね、ボンジョービー、ジョン・ボンジョービー、アメリカのロックですね。私の母はボンジョービーが好きですから、私はボンジョービーを聞くと母を思い出します。それからあの古いですが、これも古いですね、スピッツかな、スピッツわかりますか？日本 の、 あの古いバンドですね、男の人のね、ボーカルのね。スピッツを聞くとあの小学校と中学校の友達を思い出します。皆さんどうですか？では次行きましょう。この辞書形とのパターンであのよく使います。これはとても大切です。頑張ってキャッチアップしてください。これね、わかりますか？これあのこれ私ポニテール私で、私はここにいます。そしてここね、道ですね、道がありますよね。で丸ね、like あの街だよね。そして銀行ね、銀行と駐車場、セブンイレブンがあります。これは川です。 This is a river ね、すいません。Cannot tell please believe it's a river、 川です。そしてsome expression、 右へ曲がるね、曲がるは turn ね、 turn to the right、 turn to the left、 右へ曲がります、左へ曲がりますね、曲がる。 and then corner、 this corner ね、コーナーは we say角ですね、角。 and the bridge ね、 those bridges ね、 we say橋です、橋ね。では let's see ね、例えば私はここにいます、ね、I'm here で、そして maybe I ask someone から、あすいませんってね、すいません、あのカーパークね、カーパークこれですね、 I write on P ね、これね、すいません、駐車場、カーパークね、すいません、駐車場はどこにありますか？ Excuse me, where is the car park? I'm driving. でね、someone tell me, go straight here.、ね、go down, あの go along the street, turn to the right.、ね、と、まっすぐ行って、ね、いい地蔵、ね、まっすぐ行って、で、右へ曲がると、turn to the right.、ね、右へ曲がると、ね、you turn to the right, then, で、ね、you find it on your left hand side.左にあります。ここをまっすぐ行って、角をだよね、あったコーナー、角を右へ曲がると左にあります。ちょっと Let's try other one ね。じゃあこれセブンイレブン。皆さんセブンイレブンはどこにありますか ？Can you say セブンイレブンはどこにありますか ？So go straight and then first corner, second corner ね。So this is the first corner。一つ目だね。D がコーナーね。で、DR がコーナー。で、チャリー、ワン、ゾーグワーね。そう、二つ目のだよね。二つ目の、the second corner。二つ目の角を、turn to the left。左に曲がると、it's on your right hand side。右にあります。ね、もう一度、ね。まっすぐ行って、ね。まっすぐ行って、まっすぐって straight ですよね。まっすぐ行って、一つ目、二つ目。二つ目の角を左へ曲がると右にあります。OK? いいですか？ The last one ね。じゃあね、最後のね、しましょう。次のは、これ、銀行ですね。A bank ね。バンク。で、銀行在哪？銀行はどこにありますか？The first corner, turn to the left, cross the bridge, it's on your right hand side. うん。ちょっとコンプリケートで、Let's try again. Okay. 一つ目の角を left, so 左ですね。左へ曲がって、で cross the bridge. Do you know how to say cross? 渡ります。As for the vocabulary, please refer to the book. This book. ね、これね、this book の vocabulary ですね。So 一つ目の角を左へ曲がって、
で、cross the bridge 橋だね、これ橋ね、橋を渡ると、 it's on your right side、 右にありますね。もう一度、一つ目の角を左へ曲がって cross the bridge、 橋を渡るとだね、渡ると右にあります。 So now you get it ね、the concept ね。No, when the action continues, this one ね、from lesson 16ね、16課でしました。When the action continues ね、あのなんかどんぞね、自習だ手法、よんてててて、ね、ててて、ぞしま、やほぞしまね、ゆこあのどんぞ、がいじょ、ごじゃんすいじゃう、よんてです。じょまえて、じょまえて、てで、やほな、なんかついほうね、で、ジャイアンツを、就ね、你会发现那个东西是你的右手边、左手边。で、これはの頭です。そう、一番後ろだよね。あの、最後一個是应该是词典型頭です。ね、the last one should be dictionary form plus 頭ね。So continue the action、て、and then the last one すると、ね、曲がると、行くとね。右にあります、左にあります。この、フォーミュラです。では、皆さん、please look for some map and try yourself.、ね、そして、please come to the class. 一緒に勉強しましょう。はい、お疲れ様でした。じゃあ、次のビデオ、この次のビデオは、この、23課はこれで終わります。あ、いや、ちょっと待ってください。いや、もう一つ作ります。すいません。このシャッフルね、I didn't have time.To do dictionary form と、so next video I make this one、ね、with you。はい、そして次はレッスン24ですね。We start using K form again, so please get ready. OK、お疲れ様でした。またね。